ゆっくり目を閉じてください。空をふわりと浮かんでいるところをイメージしてください。特に足を使っているわけでもなく、手を使っているわけではありません。ただ頭で思い描いた通り、自由に空を飛んでいるところを考えてください。ゆっくり目を開けてください。私はこんな世界が作りたいと思ってます。脳波が導く新しい挑戦をしたいと思ってます。私たちは日々考えたり感じたり想像したりしています。そしてそういった思考や感情っていうのは、この体のどこから生まれてきているのかっていうのは、非常に多くの、研究者が、昔から考えてきました。一方、私は情報工学という分野で人工知能をはじめとして、自律型ロボットの研究、またロボットの目となる画像認識の研究、そして人とロボットのコミュニケーションに関する研究を行ってきました。そういう研究を行いながら、頭の中で何とかして人の意図通りに動くようなロボットを作れないか。とても簡単なんですね。目的は簡単なんですが、とても難しいテーマを、思っていました。まず、最初の映像を見ていただきたいと思います。これは2011年、約5年前に、うちの研究室で、作ったロボットになります。既存の車椅子を改造して作りました。これは、いくつかのセンサーを使って、階段までの距離を見ながら、自分の位置を把握しながら、目的地を入れられたら、その場所に GPS なしで、室内で思い通りのところに行くようなロボットを作りました。それだけじゃなくて、当然壁にぶつかりそうになったりだとか、ドアがあったらそれを避けるような、ことを作ってます。それ以外にも音声を認識して反応するロボットだとか、人の後ろについていくような、フォローイングするようなロボットを作ってました。こういうロボットを考えながらも、私の頭の中では、やっぱり人の感情だとか思考っていうのは一体やっぱりどこから来ているのかということを、考えていました。たまたまなんですが、私の、息子ですが、息子の脳波を取る機会を得ました。そして何度もその脳波を見たりだとか、担当のお医者さんと相談しながら、この脳波はどうなってるんですかということを何度も相談しました。そういう相談を重ねていくうちに、徐々に脳波って、こんなこと分かるんだということが理解できるようになったんですね。それと同時に、もともと脳波っていうのは医療界だけだったんですが、医療界以外でも使える、脳波の読み取り装置が出来上がってくるようになりました。脳っていうのは非常に柔らかい器官でできてまして、頭皮と頭蓋の中で、脳は安定した形で、浮いている形で位置しています。そして人の活動に伴って、その脳内に微量な電位が流れて、それが頭皮に対して電位として現れます。その電位を集計したものが、脳波という形になります。この脳波で、人の活動が分かると、もしくは人の思っていることが分かるというのが、徐々に分かってきたということです。実際、これは私の脳波です。まず私がですね、画面上で、右下に数字がこういうふうに2と出ましたけれど、数字を見てるだけの状態の時の脳波の映像を撮ってます。5秒間ブランクの画像があった時に、15秒間ランダムで数字を出してます。これランダムにする意味っていうのは、人って何もない時に次の数字を想像しちゃうんですね。なので、それを防ぐためにランダムに数字を出してます。で、このランダム出てきた数字の時に、例えば今3という数字が出てますが、一番上の、今消えてますね。次出てくる瞬間ちょっと待ちましょうか。1という数字が出てきた瞬間に、ちょっと一番上の周波数、波形が上がって下がったりしますよね。これが人が非常に意識をしている、もしくは何かを見つけた時に出てくる P300 という特定の周波数です。で、それと同時に一番下の、波形のところも、実言うと、何か形が変わってきます。これは一般的に視野角といわれる、人が見たものをイメージする
脳波になってまして、まあ、これを取ることによって、何か人が感じている、見ているものが理解できるんじゃないかと思っています。すみません、私は、まあ、こう言ってるとですね、よく脳科学者と間違えるんですけれど、全く脳科学者はありません。一般の情報工学の、大学の教員です。ですが、多分これを見ただけでも、あ、何かこの見ているものと出てくる脳波には関連性があるということがに気づいたわけです。脳波っていうのはですね、実言うといろんな情報が入ってます。人の五感、嗅覚をはじめ視覚だとか、いろんなものが入ってきたりだとか、あとは筋電、いわゆる筋肉の情報も、この脳波に乗ってきます。そのために私の、専門分野ではあるんですが、情報工学の力を借りて、情報のフィルタリングだとか、ディープラーニングをはじめとする機械学習を使っています。機械学習の意味なんですが、例えば皆さん、ですね、ちょっと私持ってるんですが、iPhone とか、まあ、Android もあるんですが、iPhone の場合は Siri ですね、あれで音声認識やったりだとか、Facebook をやってると、顔の認識をしてくれます。まあ、それは一つの機械学習なんですが、世の中にある大量のデータ、ビッグデータという大量のデータを集めてきて、それを計算機に入れて、学習することによって自動的に計算機規則を作ってくれるんですね。で、新しいデータが入ってきたら、その前の規則にどれが一番近いのかっていうことをやってくるのがディープラーニングの世界です。私は、このディープラーニングの研究をこれまでやってきましたし、これからも、続けていこうと思ってます。それは脳波に対してこういうディープラーニングを用いることによって何か生活の助けになるんじゃないかというほど思ってます。その中でまず一つ目に作ったのが、ここに示すような、ブレインウェーブスと、まあ、ディープラーニングを重ねてロボットハンドを作る、ロボティクスハンドを作りました。これはこの若者が、まあ、この研究室の若者なんですが、開け、閉じろということを今使っているのは脳波だけです。脳波だけを使ってそれを操作しています。まあ、開きましたよね。で、この後閉じれと。強く思うと、まあ、ちょっと時間がかかるんですが、閉じてくれたりします。ゆっくりですね。はい、まあ、これが、最初作ってですね、いくつかのメディアに取り上げられて一時期注目を浴びました。当然いくつかの企業からもやはりお誘いがかかって、商談というかですね、こういう共同研究やれませんかということを行きましたが、まあ、大体ことごとく断られてしまいました。まあ、これはすぐになんかビジネスにつながるものじゃないのかというふうな視点がやはり企業の方は多かったかと思います。まあ、なかなかそこまで気づかなかったのが正直なところです。そこで次に、うちの研究室としてはですね、これをじゃあもともとやってた車椅子に適用してみようということで、彼のように脳波を読み取る機械を頭につけて、前、右、左、止まれということを、脳波で、コントロールしてみました。なんとなく動いてますよね。でもこれ最大の欠点があります。ずっと考えてないといけない。右行けって言ってて一瞬のうちに左を思ったら多分違うところに行っちゃったりだとか、一番嫌なのは壁にぶつかるなと思っても脳波読み取るのに若干2秒かかるんです。ぶつかっちゃうんですね。そういう点では、これは研究室の中で使えます。ただやっぱり実用的に使えるかどうかって言ったらやはり疑問点があったかと思います。で、私たちは考えました。もうちょっと賢く、車椅子を自動制御できるものがないかということを考えました。そして、今年のちょうど1年ほど前ですね、新しい、車椅子を作りました。この時はですね、もうこれまた脳波で考えてますが、ほんの2秒ほど考えたら目的地を指定させるようにしました。そうすると目的地まではあとは車が自動的に自律的にその場所まで連れてってくれます。で、車椅子の上にはセンサーがついてて、壁までの距離を測りながら自分の位置を確実に測定してます。なので乗ってる人は最初にどこに行きたいかということを考えればあとは何も考える必要はありません。当然危ないものだったりとか、ちょっと意地悪なこういう人が来てもちゃんとエマージェンシーストップという形で止まってくれます。まあ、こういうふうなシステムを、作ってきました。で、これもこれで結構取り上げられたんですが、まだまだ、この研究には続きがあると思っています。
この自律走行、まあ、脳波を使って目的地を指定させ自律走行させるっていうのはある意味画期的だったんですが、実際私も乗ってみました。若干気持ち悪いんですよね。なぜかっていうと、思ってその場所に行くはいいんですが、例えばいろんな人が、まあ、ここで出しますけど、いろんな人が歩いている、もしくは、物が横にあったりだとかしてちょっと見たい、まあ、人が来たからちょっとお話をしてみたいって言っても、前の自律走行だったら自動的に行っちゃうんですね。多分これは今 Google だとかいくつかの自動車メーカーが作っている自律走行車も同じことだと思います。多分その場所に行っちゃうんですね。思った通りに動かない、思った通りに動いてるんですよ。ですけど、ちょっと立ち寄ってみたりだとか、今ここに出てきてますように、ちょっとこの彼と喋ってみたいと思った時には、ただ自律走行車だけではできません。で、脳波っていうのは思考したものを、導く以外に、脳波の中に出てるのは先ほどちょっと言ったんですが、五感だとか視線だとか筋電も入ってきます。前は捨ててた情報だったんですが、今はこれを利用してます。ただまだ完成はしてません。というかこれ初めて一般に公開している状態なんで、初物です。私が、まあ、こういう形で、いろんな、ノウハウを使ったプロダクトをやっていますが、おかげさまで、いろいろな、メディアに取り上げられ、多くの方と知り合うことができました。例えば医療従事者、医療従事者ですね。あとは実際に、ALS 患者さんだとか、脳で、要するに脳はしっかりしてるんですけれど体が動かない患者さんにいろいろ出会うことがありました。またその家族だとかその介護者と出会うことがありました。いろんなことを、多分切望され、まあ、要望も聞いたりだとか、いろいろな理解を私も求めたことがあります。おかげさまで、いろんな方と知り合うことができましたし、こういう車椅子の研究があるということも、理解してもらえたという点があります。そして私はもっとこの車椅子だとか、自立走行車でもいいんですが、誰もが使いたいと思うような移動支援、まだ車椅子というのは生活には使えない、生活支援には使えないんですね。これを何とか使うようにしていきたいと思っています。そういう点では私が、いろんな方に対していろんな多様な人が、分け隔てなく暮らせる、社会を何かの形でサポートしていきたいと思っています。私のできることはほんの小さなことだと思いますが、やっぱり私は実現したいんですね。手足がなくても頭で考えれば思った場所、思った行動ができるようになりたい、そういう研究を今後も続けていきたいと思います。ありがとうございました。